はい、どうも、ジャーリーガー教師の人です。今回はオーストラリアに来てるんです。前の動画にも言ってもらった芦田さんですね。マッサージで起業してる。で、長島さんも日本で理学療法士として働きながら、今はもう個人事業主としてオイルマッサージの仕事もしているっていう、オイルマッサージのプロフェッショナルの2人に来てもらいました。で、まあ、これ理学療法士の働き方学チャンネルなんで、理学療法士×オイルマッサージみたいな話をしていきたいなと思うんですけど、まあ、ちょっと芦田さんの話は今まで掘り下げてきたんで、今回ちょっとまず長島さんがどんな人なのかっていうのを背景伝えてからの方が話がこう伝わると思うんで聞いていきたいんですけど、はい、長島さんはもともとどういうキャリアでオイルマッサージの世界に行ったんですか？まあ、ちょっと PT の頃から遡ってもらうと。そうですね、私は、まあ、普通に総合会員で6年くらい勤めて、はいはい、で、まあ、よくある1PT で一生ここで働いていくんだなっていう感じだったんですけど、結婚して辞めたタイミングで転職で次どこ働こうかなっていう情報を探しの時に見ていって、でたまたまそういうオンラインサロンとか の参加されてる方と出会うようになって、で、まあ、理学療法士でフリーランスとか、まあ、独立起業されてる方がいるんだなっていうのをそこで初めて知って、でもそこからなんかいろんなそのつながりができて、最初は本当にボランティアでベイマガジンっていう、まあ、もしかしたら知ってる方もいるかもしれないんですけど、医療とエンタメとか旅行を掛け合わせた雑誌を作ったりとか、そういうところからちょっと理学療法士プラスアルファみたいな働き方に興味を持ってきて、で、まあ、そんな感じで副業をするようになっていって、で次介護とか訪問リハとか通所リハとか全てやってる老健で働くようになったんですけど、まあ、その転職する前提が副業OKのところで、まあ、そのライターのお話とかもいただいてたので、もう続けたくてクリーンにやりたかったので副業OKのところで探していたら、まあ、そこのたまたま入った老健が副業いいよ、どんどん応援するよみたいなところだったので、そこから副業の火がついていって、まあ、いろんなところにこうチャレンジするようになっていったんですね。でその中の一つでサロンの一人からこう紹介で、理学療法士がもう既存でやってる姿勢とかウォーキングとか指導というかレッスンみたいな、まあ、美容×PT の技術を活かせる場で働いてみないかっていうふうにお話をいただいて、最初はその週に本当に1回とか月に何回かで副業の一つとしてやって、その中にオイルマッサージが手術の一つとして入ってたっていう感じで、はいはい、そこから初めて、そうですね、一から学んで、多分芦田さんと同じような使い方というか考え方で、はいはい、の知識をそういう美容とかのところで活かせたらなっていうのでやり始めたっていうのがきっかけですね。なるほど、はい、じゃあ結構赤坂に行った時にもう保険のリハビリの中でオイルマッサージやってるんじゃなくて、はい、もうオイルマッサージとして保険外でのサービス提供してるって感じですね、はいはい、まさにですね。ですよね、はい、でそこってなんかここからちょっと2人にも聞いていきたいんですけど、まあ、2人ともなんで今の背景聞いていくと、理学療法士として病院で働いてて、で今オイルマッサージを提供してるじゃないですか。ここってニーズありますか？お客さんから他のマッサージがある中で理学療法士のマッサージを受けたいって思ってもらえてる、そういうニーズがあるのかってとこと、そこに対してのこう満足度ってこうどうなのかってとことか聞いていきたいんですけど、どうですか？そうですね、まず僕の経験ですと、僕のお店もマッサージ店としてもう看板を上げてるので、マッサージ店に来たお客さんに理学療法的な治療、この施術みたいな 100% 施術の治療は受けなかった。だからどっちかというと鼻もにしてほしいんで8000円払いますって言ったのに、この肩はこうじゃなくて背骨から来てます、骨盤から来てますみたいな感じで他のことをし始めると、お客さんの肩もみっていう、してほしいっていう満足度満たされないんで、リピートも取れなければなんならクレームになる可能性もありました。ただ逆にしっかり肩もみしながら理学療法士の知識だったり、そこから派生した施術っていうのはすごく受けました。はいはいはい、ニーズで言うと、リラクゼーションの世界に理学療法士が理学療法士の武器を持って行っても受けなかったんですけど、はいはいはい、理学療法士がちゃんとリラクゼーションっていう知識とか技術を持って入っていって、はいはい、提供する中にエッセンスとして理学療法士が入ることは、はいはい、完璧な差別化になって、はいはい、そこですごくリピーターを獲得できたっていう実感があります。なるほど、はい、じゃあその
今なんかよく流行ってるこう理学療法士×〇〇、理学療法士×リラクゼーションっていうよりは、うんうん、リラクゼーション×理学療法になったっていう。そうですね、はいはい、僕の場合は看板がもうそのリラクゼーションだってマッサージっていうお店で掲げてて、はいはい、まあ、ホームページもそういう形で、集客をしたお客さんたちなので、もしかしたら痛み改善とかいうふうに歌ったらまた変わるかもしれないですけど、はいはいはい、理学療法士として、何かできるというよりマッサージセラピストとして理学療法士のエッセンスを入れた、さっきの皆さんに言った通りが、はい、僕は差別化ができて なおかつニーズはありました。なるほど。長島さん的にはどうですか？私は逆にこうオイルマッサージとしてはこう売り出してないというか、基本的には姿勢とか歩き方を改善する一つの手術の一つにオイルマッサージがあるっていう感じ、はいはいはい、プラス、まあ、美容業界なので、まあ、あの癒しを求めている方が多いので、はいはい、リラクゼーションもそこにプラスしてやるよっていうので打ち出しているので、割とお客さん自体が自分を見てほしいとか、ちゃんとなんかこう普通のリラクゼーションサロンっていう、こう癒しだけではなくて綺麗になりたいとか、はいはい、姿勢とかも歩き方も綺麗になりたいっていう方が多くて、でそこでそのピッティの知識でロジカルに、例えばじゃあ猫背です、O脚ですっていう方に、あのじゃあ O脚だからここも見ましょう、良くなりましたねではなくて、そもそもじゃあなんであなたが O脚になっていって、じゃあそれはどこのどういうのが原因でっていうのは、その PT の知識はまさに生きるところだと思うんですね。そこをロジカルに話していって、直すにはストレッチが効くかもしれないし、筋トレが効くかもしれないし、その一つとして、まあ、徒手療法の一つで、まあ、あのマッサージが効きますよっていう方も多くて、はいはい、で一番やっぱり即効性が出たりとか、まあ、気持ちがいいっていうのがマッサージなので、うん、結果満足度につながって、はい、ちょっとこうただの癒しだけじゃなくて自分も綺麗になるし、綺麗になる理由もわかるし、なんかこの人すごい自分の体を見てくれて必要なことをやってくれたっていう満足度に繋がるなと思ったので、はいはいはい、なんかすごいあの可能性があるなっていうのは毎回思います、はい、なるほどですね。じゃあ長島さんの場合は慰安目的で来てる人対象っていうよりは綺麗になりたいっていう、どちらかというとエステ寄りの感じのオイルマッサージ、はい、でしかもその理学療法士としてトータルというか包括的にこう体を見た中で必要なところにオイルマッサージをしてるみたいな、はい、感じですよね。で結構2人ともオイルマッサージなんですけど、こう切り口が違うというか、うんうん、こう見てる対象者も違えばクライアントに対して叶えられる未来というか、うん、こうもう違うっていうことですね。やってることはかなり近しいけど、なんかこう違いますよね、求められてることとか。で結構そう考えると理学療法士もいろんな多様性があっていろんな働き方があるって最近僕自体も思ってるんですけど、オイルマッサージ自体もあのいろんな使い道があるっていう感じがしますね、はい、なるほど。まあ、でも2人の話聞いてて特徴としてはこう美容とかリラクゼーション、慰安目的っていうところに対して理学療法士の視点を入れることでこううまくいってるっていうような事例ですよね、はい、そういうのってなんか病院で働いてるこれ見てる方とかは多分あんまりこう知らない視点というか、こういう人たちと話さないと、まあ、僕自体もそういうの知らなかったんで、なんか面白いなと、なんか参考になるんじゃないかなと思うんですけど、他にありますか？そういうこう今こうちょっと興味あるなって思ってる人たちにこのオイルマッサージとかいいよっていうのなんかあれば、うん、ちょっと教えてもらいたいな。まあ、僕がリラクゼーションに興味が出たのは、人ってどういう時にワクワクするかなってちょっと考えたんですね。特に理学療法士の究極、例えば痛みを取るとか、なんか問題解決をするってことでいうと、なんか歯医者とかそういう目的があっていく治療院みたいなイメージがあって、週末金曜日に、まあ、歯医者の予約をしてますってなったら、月曜日からワクワクするからって言ったら、まあ、月曜日仕事が終わりました、痛いな歯痛いな、火曜日仕事が歯痛いな、金曜日歯医者行くもんなくらいな感じの、まあ、達成感だと思うんですけど、金曜日にじゃあエステが予約されてます、すごい3万円5万円のエステが予約してます、月曜日から金曜日エステだから頑張ろう、今日火曜日もうちょっとで来る、水曜日なんなら木曜日明日行けるみたい なんかただただ予約してるだけなんですけど、その1週間どっちが幸せに生きたかなってなると、痛みを取りに行く方が確実の後のご飯食べることも幸せになれるし、絶対に必要なんですけど歯医者にめっちゃ行きたかった金曜日っていう人って少ないと思うんですよね、はいはい、したらどっちの方が人生の時間を幸せにしてたかってリラクゼーションなんじゃないかなって思うんです。
はいはいはい、なるほどですね。なんでそのリラクゼーションに、例えば歯医者のリラクゼーションはないですけど、エステっていう概念の中に痛みを取る概念があったら、痛みも取れてその QOL、 月曜日からワクワクする QOL を持ったまま痛みも取れて、その後の将来も痛みがない高い QOL で生活できるって考えたら、癒すっていうこの行為って相当パワフルだなっていう、まあ、引き出しの広さというかっていうのをすごく感じたので、施術をできるっていうのはすごい素晴らしいことだと思うんですけど、それによってワクワクするワクワク感とリラクゼーションのまたワクワク感で全く違う価値観を提供しているのっていうのは、皆さんちょっと一回考えてもらうと、ああなるほどって思うかな。確かにそうですね。歯医者にワクワクしていくことないですもんねただ痛みを取るっていう意味では絶対必要だと思うんですよ、はいはい、どっちの方が ありがとうございましたってなるか、歯医者の医者の方がすごい学位を持って治療神経の痛いすごいことしてくれてるんですけど、エステティシャンの方がめっちゃ綺麗になった女の人は多分感謝すると思うんですよね。はいはいはい、はい、そういう意味でも、まあ、リラクゼーションとはいえ、人をどれだけこうの心豊かにしてるかっていうのもすごいなっていうのが、なるほど、確かにですね。なんか理学療法士村にいると、こうマッサージって結構バカにされがちというか、そうなんですよ、マッサージしかよみたいな、リラクゼーションわらみたいな感じに言われがちだけど、まあ、実際ね、受けてる人はだってそれで1万円とか払うって来る人がいっぱいいるわけなんで、まあ、なんか僕らって病院の患者さんばっかり見てるから、まあ、これはこれで素晴らしいことだけど、こうリラクゼーションのお店がこんだけあるってことは、それ自体もまあかなり価値があるからあるものだしね、なんかこうどっちがいい悪いとかじゃないですよね。そしてこの理学療法士の解剖学的運動学とか生理学の知識っていうのはどっちにも役立つから、なんかこう病院で働くことが全てではないなって今聞いて思いました。まさに。働き方チャンネルなんで、はいはい、働き方に関して自分から言うと、はいはい、単純にできることが増えたのと、自分の例えば理学療法士の技術って別に病院だけじゃなくていいと思ったんですよね。男にいても目の前の人を、まあ、見て評価して分析して手術をするとか、はいはい、っていうのが、まあ、病院内だったら患者さんだし、病院外だったらそのお客様とかに幅が広がるだけなので、その主義の一つとしてマッサージとかなんかそういうのが増えるのって単純に私はやってて楽しいんですよね、はいはいはい、仕事が楽しくできるのは働き方としても自分の働き方も大事だし、なんかこういう仕事をしてるっていうとなんか周りも結構興味を持ってくれて相談してくれる人が増えるんですね。理学療法士、うん、病院でやってますって言ってもなんかあんまりそこから話は外れしない買ったんですけど、こういうところでこういう風にやってるんですって言ったら、ちょっと姿勢見てみてとか、なんかここやってみてっていう風に、なんかこう広がりもすごいできるなと思ったんで、単純に世界が広がったなって、うん、なるほど、かっこいいですね、世界が広がった確かになんかそうっすよね、理学療法士以外でもこの理学療法の知識はやっぱり生きるなと、すごいこれを聞いてて思ったのと、あとリラクゼーションってなんか僕の視点でちょっとまた別の意見なんですけど、治療院の市場よりもリラクゼーション市場の方が大きくて、まあ、ちょっと経営的な観点で言うとサービス業主義のお店施設で考えた時に、整骨院の業界トップが年商100億ぐらいなんですよね。でもリラクルとかって年商200億とかなんですよ。ラフィネとか百何十億とかなんですよね。なんか明らかに市場規模がリラクゼーションが大きいんですよ、ね、この市場規模の大きさっていうのは、まあ、イコール求められてるかどうかってことじゃないですか、業界から、うんうん、なので理学療法士としてどうこうっていうよりは世の中からも求められてる仕事だと思うんで、こういう世界に僕らみたいな知識や技術経験を持った人たちが入っていくっていうのは、まあ、これも世の中のためなんじゃないかなと、思っているので、なんか僕としてもこういう業界も、まあ、うちの会社としては健康産業に対して理学療法士の知見を持って世の中に価値を与えてインパクトを与えていきたいと思ってやっているので、このリラクゼーションを理学療法士のこう知見で紐解くみたいなことをやっていきたいなと思っていて、まずちょっとセミナーをやってみようっていうことになったんで、僕らの知見を詰め合わせた、まあ、結構濃密な動画も何十本も作って撮ったものがあるんで、まあ、そういった講座、あと実際現地での技術セミナーもやっていくことにしているので、
で、それリンクを概要欄に貼っていくので、詳細興味ある方そちら見てもらえたらなと思います。ということで今回はオイルマッサージに精通するお二人を呼んでお話聞いていきました。ここまでの動画が参考になった方は高評価チャンネル登録してもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。理学療法士の働き方改革チャンネルでした。今うちの会社でメインでやってる授業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方はこれから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。